これさ、テネブライにもよるんだよね。その前にカルタナティカの駅に降りる。本当に寄れるの？傷は落ち着いた。視力だっていずれ。お前何様だよ。あ？テネブライには寄らねえぞ。いい加減切り替えらんねえのか。切り替えたから乗ってんだろうが。切り替えた奴が今一番大変なあいつに声の一つもかけらんねえのか。話せ。指輪はどうした？大事に持って歩くだけが。命と引き換えに届けられたもんを眺めてるだけで責任が果たせんのか。そんなことは分かってんだよ。分かってねえ。イグニスは何のために傷を負った？やめろグラディオ。どこの世界にこんなだらしねえ王様がいる。めえ、やめなよ。全部分かってんだよ。全部だったら腹くくれ、この大バカ野郎。あ、ノクト、ほっとけ。もうすぐ到着するよ。黒い服のお兄ちゃんたち怖い。ほら、人を悪く言うもんじゃない。あとどのくらい？もうすぐよ。何よ、可愛い子見てたの？誰も見てないって。見つからねえってな。せっかくお顔が見られたのに。初めて行くんですよ、私。綺麗なところですから気に入るでしょう。高いくせにまずいってなんだよ。帝国の鉄道だからじゃん。アコルドが運営してたら違うんだろうけど。何度も行かれてるんですか？
ええ、私はテネブライが故郷なもので。テネブライの前にも他の駅止まるんだ。よし。でも面白いものあんのかね。あの宮殿は何て言いましたかしら。フェネストラ宮殿でしょう。ブルーレケもね。王の墓所ってまた危険な場所なんじゃない？カルタナティカでは徒歩になる。メガネかけてもダメ。お墓はもう次の駅か。みんなで行けんのかな。もうすぐ到着するよ。アコルド政府は儀式後に起きた大災害を水神の怒りとして伝え残したいと説明しました。ノクティス陛下がご無事だったことについてアコルド政府は大変嬉しく思っています。災害は非常に大きなものでした。町の建て直しには時間がかかるでしょう。ですが被害がこの程度で済んだのはお二人の助けがあったからだということを忘れてはなりません。カメリア首相はその他に依然として行方不明であるルナフレーナ様の捜索に全力を注いでいくと述べました。レイブス将軍は討伐作戦の責を問われ処刑されると発表しました。レイブス将軍は教員式の襲撃事件後に将軍へ就任。巨神討伐作戦を指揮した後ルシス駐屯軍を率いてルシス国内の治安回復に努めていました。しかし水神討伐作戦では帝国軍の飛空艇を含む多数の兵器と兵を失い大きな損害が生じました。自然すごいねって感じ。自然しかない感じだよな。昔はケスティーノ鉱山ってのがあったんだって。ごめんあんまり興味ない。他にお店とかないの？ないんじゃない？見当たらないし。あれなんだろう？鉱山の機械かな？チラッと見える。ああ、そうなんじゃない？テネブライまではまだかかりそうね。着く前にルナフレーナ様が生きてたってニュースでも流れればな。もう一度そうなってほしいわ。この辺じゃジールの花はまだないのね。テネブライとは気候が違うんだろうな。なんかね、急に泣きたくなったりするのよ。宮殿で少し祈ればきっと落ち着くよ。そうね。でもどうして本当に助からなかったの？ルナフレーナ様。何か食べないか？屋台に食べ物が売ってるみたいだよ。そうね、少しお腹空いたかも。まだ先は長いからね、旅も楽しもうよ。ケスティーノが閉山した理由知ってるか？いや、なんかあんの？ヤバい怪物の巣を掘り起こしたからなんだって。超嘘くせえな。なんでここに長く泊まんだろうな。賢
怪物のせいだよ、巣があるって。まだ言ってんのか。マジでなんもねえな。閉山ってかなり前らしいしな。まだ整備中だって車掌に言われたよ。マジか、発車しろ。エレベーターで降りた先、鉱山なんだって。お墓ってその先なのかな。二人は食堂に行ったよ。あれ、列車ホテルって言うんだって。